さんこんばんは。スナックフルールともチャンネル、ともちゃんママです。いつもご覧いただきありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。さて今日はですね、私がいつもお仕事してる時に次何話そうかなってちょっと考えちゃうくらいこう話題がなくなっちゃった時にする質問をお話ししていこうかと思うんですけど、最後の晩餐の話をしたいと思います。皆さん最後の晩餐何食べたいですかね。状況としてはあなた2時間後に死刑ですで最後に何でもいいから好きなものを食べさせてあげるって言われた時に何を出しますかそうだから病気で食べられないとか、なんかそういう環境じゃない、メンタル的なそんな状況の時に食べられないよっていう話も前されたことがあるんですけど、もうちょっとそういうのも置いといて、とにかく最後健康体で何でも食べられる状態で何が食べたいですか最後私はですね、ちゃんと土鍋で薪で炊いたご飯、白いご飯とすごい美味しいぬか漬けと、ごくってあとね、納豆と卵とっていうこの純和風定食がいいなフグも好きでしょ、お刺身も好きだし、お肉もいいんですけど結局そこかなっていうね日本人ですねで、この質問をした中で私一番びっくりした答えが、一番じゃなくて2つあります。一つはですね、ビッグマックって答えですがいてビッグマック、せめてモスバーガーじゃないって言っちゃったんですけど、でも、ね、その人のこのいつも食べてるそのビッグマックの昔からの親しみなのかなとか、それは否定できないですよね。でもビッグマックって聞いた時にえぇ、って言っちゃったビッグマックびっくりしました。あとね、もう一つはね、これもちょっと先日お話ししたんですけど、炒り大豆とあとちりめんじゃこをいったものと、あと何ですか、バーボンのロック、この秘密がいいっていう人がいました。これもびっくりした。私なんか食についてすごい貪欲だからちょっと分かりかねた。皆さん何食べたいですか私悩んでます。つい先日テレビでたまたまこんな話になってて、最初は例えば最初のオーダーは餃子とか言っちゃうかもしれない、ラーメンとか言っちゃうかもしれないんだけど、結局その時のその時出てきた時、あ、餃子って言っちゃったなみたいななんか結局日本人はやっぱりね白飯なんじゃないかなっていう勝手な解釈です考えといてください皆さんさて今日はここまでです。今日も、どんな一日でしたでしょうか。少し早いんですがおやすみなさい。また明日ね。